ソウル交通公社2号線は、ソウル交通公社の鉄道路線である、旧ソウルメトロ運営路線、以下の3つの路線から構成される。韓国では、ソウル地下鉄2号線と呼ばれている。ラインカラーは緑色。ソウル市内を周回する、環状線と、清水支線、および新近支線で構成されている。この路線単独で首都圏、電鉄2号線を構成している。 ソウル市中心部、湖南地区など人口の多い地域を通っているため利用客は非常に多い。首都圏電鉄でホームドアが初めて本格導入された路線でもある。また、韓国発の女性運転手が登場した路線として話題となった。ウルジロ巡環線は全線開通から2013年まで環状線の地下鉄として世界一の路線長となっていた。このか。 一号線の車両が、君主車両基地への回送列車として、清水支線へ乗り入れている。地下鉄追突で240人負傷ソウル、法人被害なし公共交通への不安拡大。産経新聞。http://sankei.jp.msn.com ワールドニュース1 4 5 0 0人。 コル14兆502億1759万 10N1HTM 2014年5月3日閲覧。ありがとうございます。